皆さんこんにちは、白井孝明です。今日はですね、2024年3月の23日に行うこととなりました白井孝明初のリクエスト楽曲配信ライブについて説明をさせていただきます。こちら配信限定のライブになっているんですけれども、なんといってもですね、演奏の楽曲プログラムを皆さんに選んでいただこうというのが、今回のコンセプトになっております。具体的にはですね、事前にアンケートのフォームをですね、皆さんに送らせていただきまして、そちらにリクエスト楽曲がいっぱいありますので、そちらを選んでいただきまして、投票していただきまして、その結果、上位の楽曲だけでですね、ライブのセットリストを組んでいこうという、視聴者の皆さん参加型の企画となっております。まずはですね、チケット。ライブ配信の購入をしていただきますので、購入サイトにアクセスしてですね、購入手続きを完了させてください。そうしますとメールが届きます。そのメールの中に、リクエストアンケートのですね、フォーム、そして当日の配信を見るためのリンクがですね、入っております。まずはアンケートフォームを開いてですね、リクエスト楽曲の投票にですね、ご協力いただければと思います。で、漠然とですね、何の曲がいいですかって聞いても、皆さんも困ってしまうと思いますし、僕も集計に困ってしまうところもありますので、今回はですね、5つの、セクションに分けて、皆さんにリクエストにお答え、リクエストのですね、投票をしていただこうと思ってます。まず一つ目のセクションがインスト楽曲のカバー曲ですね。カバー曲でバイオリン の演奏をしてほしいと思うものをですね、選んでいただくんですけれども、15曲ちょっとですかね、楽曲が並んでますので、皆さんお好きなものにチェックを入れてください。で、1曲から6曲の間で最大6曲ですね、最低1曲選んでいただけますので、お好きな数、お選びいただければと思います。もしですね、その中に選ぶ曲がないよっていう場合はですね、一番下にあります、特になしというですね、項目にチェックを入れていただければと思います。2つ目のセクションが僕のオリジナル曲のインスト楽曲、バイオリンで演奏してほしいオリジナル曲にチェックを入れてください。こちらも最大6曲までですね、選択できますので、選んでいただければと思います。3つ目のセクション、こちらがですね、歌物ですね。僕のライブでも歌をですね、いくつかやることがありますけれども、歌ってほしいと思う楽曲に、カバー曲ですね、こちら2曲までです。こちらは2曲ですね、2曲まで、選んでいただければと思います。1曲か2曲ですね、選んでいただければと思います。そして4つ目ですね、4つ目のセクションがオリジナル曲の歌物になります。こちらも歌ってほしいなと思う曲に2曲ですね、最大2曲までチェックを入れてください。そして、5つ目のセクション、こちらが今までのですね、項目の中に自分のリクエストしたい楽曲がなかった、もしくはこういう要望をしたいというですね、ものを自由記述で書いていただくことができますので、お好きな楽曲を書いていただければと思います。誰々のなんていう楽曲とかですね、あとバイオリンで演奏してほしいのか、歌でやってほしいのかというね、ところを書いていただければと思います。もちろんリクエスト書いていただけたかといって全部演奏できるわけではないんですけれども、今後のですね、レパートリーの参考にもさせていただきますので、皆さんのご希望をですね、何でも書いていただければと思います。このアンケートをもとにですね、大体そうですね、インストのカバー曲5、6曲、インストのオリジナル曲5、6曲、歌物カバー曲2曲、1、2曲、歌物のオリジナル曲1、2曲、そして、皆さんからのですね、自由記述から1曲みたいな形で選んでいこうかなと思いますので、合計多分ですね、15
15曲とかくらいになってしまうかなと。通常僕のあのライブはですね、12、3曲というところなんですけれども、今までで一番ね、あの多いボリュームの、あの盛りだくさんなライブになるかなと思いますので、ぜひ皆さんこちら参加してですね、あの盛り上げていただければなと思います。なかなかあの皆さんがね聞きたい楽曲と僕があの演奏したい楽曲っていうのもですね違うかもしれませんので、ぜひ皆さんのですねご意見を反映させていただければなと思ってます。そして配信なんですけれども、あのリアルタイムだけではなくてですね、アーカイブも残ります。ですので当日が見られないよっていう方もですね、2週間ほどですね自由に見られる期間がありますので、ぜひあのリクエストに答えていただいて、そのリクエストがどれだけね叶ったかということも楽しみにしていただきながらですね、当日以外も楽しめますので、ご購入そしてご協力いただければなと思います。ぜひ皆さんで楽しいライブを作りましょう。よろしくお願いします。